柏木公園。誰が最初に行ったのか。うまくいったものです。そして、あの梅津には、柏木席というものがあるらしいとの噂。梅津にカップルで行く際は、お気をつけください。ちなみに梅津は、東大阪市役所の22階にあるそうですよ。そして、このドラマ、なんだっけ？確か、空を飛ぶことを夢見るヒロインの話だったはずですが、飛行機事業への参入を諦めてから、空はどこかへ行ってしまったようですね。たかしに憧れる女性、秋月さん登場。たかしと恋人に間違われるたびに、ただの幼馴染ですと言ってきた舞ですが、そのたびに、たかしはどう思っていたのでしょうね。たかしや舞を見ていると、夢を持ちにくい社会なのかな？電気代、高くなっていますよね。給料のほとんどが光熱費に消えていく時代になってしまいました。そんな、生きるだけで精一杯の世の中で、どうやって夢を持てばいいのでしょうか？舞い上がる時を待っている私です。第91話のあらすじです。物産展の景気づけで酔いつぶれ、岩倉家に泊まった後藤のさくら。舞とめぐみさんに、翌日、朝食までごちそうになり、3杯目のおかわりをする。舞が仕事を終わらせ、物産展へたかしと行こうと、デラシネを訪ねると、たかしは、出版社の編集者、劉邦上に、新作の短歌を見せていた。しかし、邦上は、それらにダメ出しをする。